いただきました。ありがとうございました。いただきました。今日ちょっとね、出演者多いですね。ちょっと後ろの方の人、見えないなって思う人、前を置いて、前ちょっと多いからね。あ、これちょっと多いね。いける？入った？ちょっと多いわ、多いわ。あ、表現だ。はい、全員揃いましたね。はい、それでは皆さんいたの締めのあのスタジオライブのボリューム145です、今日は。はい、それではスタジオライブ145にお越しくださった皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとですね、ここで告知をバラッと言いたいと思います。まずですね、8月28日、来週の火曜日にですね、札幌村ラジオさんでですね、僕と福山ほのかちゃんがですね、初めてですね、2人でお話ししたいと思います。ぜひ、1時20分頃聞いてみてください。よろしくお願いします。さっき、皆さんが書いたお悩みをですね、どんどん答えていこうかなと思っております。よろしくお願いします。そして、その日の午後6時半にですね、北の男子ライブというのがですね、モールさんでございます。男がいろいろ出ます。よろしくお願いします。今日も来てください。よろしくお願いします。そして9月8日にはですね、東京でアイドル祭りの何戦っていうんだろう、決勝戦っていうの、決勝戦が東京の方でございます。そして同じ日にお祭り、篠野神社でお祭りがあります。こちらもチェックお願いします。そして9月11日には北美人というものがございます。こちら詳細ツイッターで書いていきます。そしてレッドライブが10月13日なんですけども、本日受付でチケットを販売しております。1枚3000円になります。本日受付でチケットを販売しておりますので、好きなメンバーからですね、チケットを購入していただけたらなと思っております。よろしくお願いします。そしてスタジオライブが次は9月1日と15日になっております。そして15日のスタジオライブ前は花畑の新メンバーオーディションがございます。ぜひ挑戦してみてください。よろしくお願いします。以上ですね、はい、僕の方からは以上でございます。それではゆりかちゃん、スタートコールなんか、はい、それでは交流会なんか撮影会スタート。